おはようございます。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 何言ってまいたなんかさっきさ、政宗示唆してたでしょ。でも政宗ないから政宗ない見てなくて。ポリンキさん、どうもどうも。でも政宗打ちてと思って、じゃあ政宗の6打つだと思った。あんな示唆していいのと思ったら設置なかった。バジスリーの台数えらい増えてるじゃないですか。ああ、バジスリー意外と押してるからね。そう、バジスリーめちゃくちゃ落ちてるの。ただ設定判別くすじが使えない。そう、難しい。平気で4万ぐらい簡単に解けちゃうから。ね。こっちはあれだよ。言われるままに。じゃあお願いいたします。どうせならね、だっていつも動画でレギュラーで出とるもん。そう、サチさんレギュラーだ。そう、サチさんレギュラーやから。お財布いらないんすか。いや、フリー素材ぐらいかな。何人ですか。56。でも56人やったら本当にでも抽選クソやったらきついかもしれない、うん、でも見てほら、吉宗あるよ。同じか。こっちに教える人もある。またやるんじゃない。でも、また吉宗。中原方式。いや本当にマジ両番だったらまた吉宗行くしかないかもしれない。この間ダメだった角田用語。いいですよ別に何言っても。いや、やっぱ勝ちたい。うち負けてんねん、もう今月も。前あそこのポスターがちょっとスレっぽかったじゃないですか。今回全部ジャグなんですよ。そうあそこ全部ジャグで。34、はい、お願いします。おい、じゃあ1です。やったわ、やった、やった、1番、やった、やった、やった、おかしいな、やったわ、どうしよう、拡散してやろう、ね、やめて、やりやがった、やばい、やった、だから炎上、ってことは、やったな、レモンバッタ、やった、これは炎上するぞ、これやばい、やった、バン引いてたら何いきます、やっぱ絶唱すか。な、確かにこれは怪しい。これまたやるぞっていうような感じするもん。でもなんかね、吉宗角台、いやー角は怖い、角に。でもさ、なんか前回の感じ見てるとなんかどこ行っても大丈夫そうな感じがするよ。そうなんですよね。なんかハーデスもなんか半分どっちかのとかマジハロとかもあったじゃないですか。絆は絆、絆ちょっと大好き。台数5台ぐらいありませんでしたっけ。ね、ちょっと5台前っていうのは考えにくいとして、うん、ってなるとやっぱり3台設置って全部の可能性高いんで、はいはいはい、やっぱもうクソほど飽きた吉宗よ。だってもうこれおかしいよ。だって今さら吉宗、ね、ここにあのテクニカルガイドはこちらです。交換させてもらっていいですか。お願いしますって考えるとここで入れてもらっていいですか。ここの2つなんです。いや、寝台はちょっと知識ないんで、本当に上かどうかが分かる吉宗。もう一番やもんで。吉宗に嫌いって言ってなかった先月。いや、でももう勝ちに行くには怪しいなって思うところにもうとことん行った方がいいから、うん、変にバラエティとか13台とか多台数行くよりは、うん、ね、3台少数設置のもうこんな怪しいやつを狙いに行って、なんかこれが罠かもしれないですよ、もちろん、うん、確かにね、全然罠。だってあんなあっちユニバ推しじゃないですか。 P ワールドユニバ推しなの。え、なんかユニバの推してます。なんか絆だの窓巻きだのなんかバーサスだのアレックスだのって推してて、うんね、なんかちょっとそっちも怪しいんですよ。なら、うんうんうん、今日ユニバとか見つつ、だからちょっとバジスリーやりかなと思ったんですよ。でも、こっちのが怪しい。吉宗か。まあ、お好きなところで、はい、ちょっと勝ちに行くために、はい、すごい、すごい、前回頑張ってくれてるし、ね、前回頑張ってたね。前回頑張ってた。久しぶりに来てめちゃくちゃ頑張ってるってなったけど、ブログに多くは語りませんって。語りすぎでしょ。語りすぎだろ。絵面で語ってる。確かに。もうこんな入るところにね、こんなの見てる。多分もうみんな吉宗と
グラブセールスマン、まあ、最新代やから、まあ、セールスこっちは入れる確実に。これが罠なのかどうか。うん、この間も多分あのなんかちょっと専業っぽい人についてったから吉宗座っただけなんで、あの人たちのおかげで勝ててるから今日その人たちがいないかも。そうだ、いないかも。この間頑張ってたけど、いらっしゃい。じゃあもう入る、入りまーす。いやもう両サイド見てる。真ん中で行きましょう。ガチで勝ちに来てるじゃん。もういつでも大丈夫っていう感じですか。ちょっと待ってくださいね。はい、というわけで今年2回目のコットンキャンディーさんとのコラボということで、まだまだ来ました。6月6日空上の日ですね。また吉宗を教わってしまいましたけれどねえ、もうでも抽選一番を引いてあんな並ぶところにね、がっつり吉宗と絶唱の示唆じゃないけどアピールがあったんで、これは座らないわけにはいかないなと。で、私一番だったんでみんなの流れをこの島だけ見てたんですけど、番長3のが先に埋まったのかな。番長3から埋まって吉宗に両サイド急いで取りに来た人がいて、その後しばらくして笑うセールスマン絶唱来たっていう感じですかね多分。あとは絆に流れてたかなっていう感じですね。やっぱなんか番3のところ来てなんかあ、ダメだみたいな言って帰ってる人いたから、なんかもしかして番長3あったんじゃないかなと思って、すごいみんな番長3見て吉宗見てたから、まあでも番長3後ろなんでいい感じに様子見ながら特訓早い。ちょっとこの周辺のはよく見ておきたいなという感じですけれど、着地ポイント貯まるのが順調。早い。朝一通常 BB か。まだ信頼度は薄いとはいえど、あれ朝一のあの特訓からですかね。おはおお、やっぱバンスリーやったんかな。なんかすごい、だって狙いに行ってたもんなみんな。でも番長のなんか匂わせみたいなの全然なかったのにな。はあ、そうか、番長3盲点だったなあ。でもモンキーとかも埋まってるんですね。そうですよね、なんかこう設定しさ偶数みたいなしさ出てたって言ってらっしゃったし、いやーどうなってんだろう、前回と同じかどうかにかかってるな一番引いてね、こんな真っ先に吉宗来といて外したくはないな。あれ隣が割と共栄 T なのかな。やっぱあれなんだな、台じゃなくて引きの問題なんだなやっぱりな。ふーん、頼む。うわー、なんかチャンスアップ来ないかな。お急で勝負よ。やりよるぞ。あー、もう白目向いてる。ダイラキーポイント2個もダメ。もうこりゃね、600超えてるから、あれよ、 BB 入れて、ああれよ、15台の夜を引かないと。600超えからだったかな、優遇されてるのが。いやでも BB 入れないと、何よりも BB 入れないといけんから頼むで、ほんまに。
天井でもいいから BB 入れてくれんかな。あーよかったよかった、長いポイントからや。でもこれも全然外すから気をつけないとあかん、気緩んじゃうかいよ。あ、勝った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 。はい、やっとだ、長かった。でも一応ポイントからというわけで、投資が11本、634ゲームでございます。長かったね、ポイントから。うん、あとはマジでビッグ引くのみ、本当にビッグ引くのみ。ここがね、ビッグ引かせてくれれば本当に今ならもう上裸で駅前で踊れるレベルだから。これでレギュラーだったらどうしよう、しんどすぎて死んじゃう。長い、ほっ、ほらまだ高設定かもしれないから、この後の高確率で来るかもしれない。左もね、500近くハマってんだよねって考えるとちょっと怖いのよね。なんかしらチャンスアップ来ないかな。ないな。最後怒ってない方がいいんだよね。あー、ない。さあ高確率、お、行くんか、リプレイ激アツだけど。あー、おお、来た、言語対決だ。そう、さあ行きましょう。まあ激アツ出といてね、負けるなんてことはねないよね。ありがとうございます。というわけでポイントからじゃない、145ゲームポイントからで投資が14本でございます。はよっ、いくよー。ねえ、ほんとにないほんとにないんだけど、もうほんまに。いや、打ち続けるよ、打ち続けるけど、ちょっとあんまり待たれる、ちょっときちょっとお手洗いに行きつつ様子を見に行ってきます。はるきさん、あの、今日は携帯忘れないように。
50% だよ。やっと 50% いけた。これ150枚以下だと 50% でいくの。すげえ少なかったってことで。でこれが約2分の1でこっち、ダメでもこっちのボタン。これが成功というか。ここラブジョー、ここラブジョー行けば、サムネ用、サムネ用、サムネ用レインボーの文字でしょ。あいつ少ないからなったんだよ。ここからや、ここから今日は朝一、ハーデス、みんなも結構座ってたんで、行きまして、まあ、投資が1万8000円と900枚投資の、1800枚回収ぐらいなんとか行けたんでね、いい店だなって思いました。はい、で周りも結構引いてて共同も良さそうだったんですけど、僕のもねユルベロスあれがもう4回中4回突破してるから、まあ、設定偶数はほぼほぼ確定で上はあるかなと思ったんですけど、まあ、なんせ AT 中が伸ばせなくて、あの上乗せが全然できなかったんで、まあ、ゴッド引いたんですけど、それも前までの分合わせて900枚しか出なかったんで、あれ全部突破してる AT が、まあ、平均伸ばせてたらもうちょっと出せたかなって思うんですけど、まあ、また今後もね、来たいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。絆とかこういい感じに散らしてある感じかなって思ったんですけど、どうですか？